2016年9月13日のミーニュースをお伝えします。みんなが大好きな北京ダックが自宅で作れるようになりました。作り方は簡単。そうめんとミートソースパスタを専用容器に入れてスイッチオン。3分待てば出来たて熱々の北京ダックの完成です。この北京ダックメーカーがあれば小腹が空いた時や突然のお客様にも重宝しそうですね。味のみーに聞きました。すごい、この時代に生まれたことに感謝します。それに関しては俺の方がよく知ってますよ。はい、9月13日のミーニュース、ヤクザがお伝えしました。